えー、新しいもん好きで、えー、56年第19回かな、えー、今日はねえっとゲスト、えー、またお呼びしてます、えー、石井さん、えー、石井さんどうも。 よろしくお願いします。よろしくお願いします。石井さんと、それからね、あの、石井さん、実は僕、今日初対面で。あの、紹介ししてくれた、いつもの、あの、健太君も、あの、入ってもらってます。健太です。よろしく。しくしじゃあ、あ今日はね、この三人で、えー、お話し,したいんですけど。まずは、その、石井さんの、えっ、ー、と、自己紹介をちょっと、して、もらいます。はい、わかりました。今、私は、あの、香港中文大学、というですね、大学に通っておりまして。えっ、ー、と。 専門は文化人類学とか移民研究をしてます、はい、あもう今何年ぐらい今が3年目ですね一そのなんていうか非常に激動の時に使つかっちゃったよね、はい、それはそ,そのそれがあったからいや別に激動の時が来るかは <laughs> 3年前には分からなかったわけでだよねだってこれあの香港がその、まあ、大学特にね大学でああいういろいろと、うん、あの激動の時期を迎えたってあれいつだっけ去年おとと,し、ね、おととしになる 2019年6月から始まってますからねじゃあその前に来られてはいるんですか来てるのはだって2018年9月からじゃあんかまあある意味良かったまあ学びは多かったですね学びは多いよねでたまに僕もメディアで石井さんのお名前は拝見してまして読んだことも何度もあります えー、とといいうことででどんなものに書いておられるんでしたっけ今書いてるのは日経ビジネスと現代ビジネス連載で書いてるのはその2つでまあなんかいろんな雑誌とかにこまごま書かせていただいたりとか連載まであとはまあラジオとかテレビとかまあいろいろああそうなんだああなるほど何が一番記憶に残ります我々が。 あの知ってるというか、まあ、そうですか。なんか、私の個人的な記憶の残り方だと。アベマプライムとかだと、そのね、割と。尺をたくさん取ってもらって、いろんな質問をバンバンアビスされて。全然台本もないしみたいな感じ。でそれは、あのホストはどなただ。それは、誰だったかホストは、まあ、あの。 私が特に印象、まあ、あお二人多分インターネット関係のビジネスをされてるひろゆきというですね 2>,、うん、あの2チャンネルをやってた方いらっしゃるじゃないですか、うん、そのひろゆき氏と例えば30分にわたりずっと討論するみたいなのはなかなかそういう機会な,なかなかな刺激的だし、あそうなんだあのー、ねひろゆきといえばあのうちの我々の仲間であの、えー、仲いい人でね、あのー えー、榎本さん。榎本さんがね。大佐って言うんだけど、まあ、彼と一緒に昔仕事をしてたんだよね、ひろゆきさんね。うん。上司だったのかな、榎本さんがね。そうですね榎本さんが上司ですね。うん。まあ、その、まあ、われと仲いいんだけど、今オランダ行っちゃったんだけど。うん。あ、そうなんだ。えー、それで、どういったことを発信、主にはしているんですか。どういったことを発信ですか。うん、まあ、私の今の関心は、うん、香港の法的枠組みの変更ですから、まあ、その香港の。 あの香港法の枠組みなり司法システムというのがどういうふうに変化を遂げているのかというところに関心を持っていますねめちゃ難しいこと <laughs> <laughs> ちょっと僕あの今どう実際そのなんていうのかなり激動というか変わりつつあるよねもう我々今香港の若い人ってそのうちの息子うちの息子と年齢が2歳違い。 そう,ですね、うちのは1999年に生まれて今22歳になったばかりなんだけど96年でねだから非常に近いんだけどあのなんていうの,あのもうある意味今香港の若い俺の印象ねは香港の若い人っていうのはもちろんそのこの2年ほど前からあったこういったことでいろいろと戦ったけどあの 実際にそのアグネスさんとかが、えー、牢獄にぶち込まれたりするのを見ると諦めに近い状態になっちゃってるのかなっていうふうに俺自身は感じてるんだけど、うん、実際その石井さんがいろんな若い人と接してその辺どう思います、うんうん まあ実際そういう感情はあるでしょうけど今後それがどうなるか分からないですよね例えば雨笠運動を思い出してみればもう雨笠運動もあれだけやってダメだったんだってことである種それは諦めに近い感情だったわけですよでもそれからたった数年経っただけであの逃亡犯条例修正反対運動というのが起きてしかもあそこまで巨大化したとでこれが今後どうなっていくのかっていうのはやっぱり香港は非常にダイナミックな都市ですからそれは今後どうなるかはまた分からないかなと思いますね 実際そうだね。ケンタたちはどう思った？そのケンタは小さい頃からもう香港にいて、ね、今四十歳でしょ。はい、ねちょっとその二十歳の若あのなんていうの？あの黒い服を着て、まあ結構暴れたあの若い人たちとはかなり違う年齢層そうですね。うん、まあやっぱり香港が変わっていくこと自体には反対なんで、うん、私はもう今までの香港であり続けてほしいなとおも、うん。うん ちゃいま,すよね、まあやっぱ小さい頃から住んでるっていうのもあるので、まあ、ただ尼傘の時は正直迷惑な奴らだなって思ってたんで尼 <laughs> 傘の時って我々の事務所が今こことは違って尼傘の,のまさにやってた文国に事務所があったんですよねだからいろいろとあの不便だったりもしたよね、まあ、そうですね ああ、なるほど、モンコックの方での雨傘を見てるんですね。まあ、あの雨傘運動というと、一般的にはオキュパイセントラルが。そうそうそう。それを、まあ、そのモンコックの方は雨傘運動に入れていいのかっていういろんな議論がありますけど、ね。そうなんだ。うん、そうなんだ。あ、いや、知らない、まあ。雨傘運動。はあ,あれだけ止まったっていう。<laughs> うん。 四、ね、ブロック5ブロックぐらい止まってたからあそ,あそれでも入れていいのかっていう問題はあるんだ議論は。というのはその雨傘運動が例えばまあ雨傘運動というのはい今,に今の民主自決派と本土派のやっぱり潮流の始めだと言えるわけですね民,あの民主派って一言で言っても多分いろんな人たちがいると思いますけど、うん、まあ大きく分ければ多分民主自決派と本土派に分けられると思いますが、まあ、民主自決派というのは。 あのリベラルな人たちで本土派というのは香港ナショナリズムによって動かされた人ですつまり前者の人たちは香港はその普遍的な価値観を重視する一つの地域としてあの民主主義なり普通選挙が実現されるべきだと主張しているわけですね、うん、で一方後者はあの香港ナショナリズムのもと我々は中国人と違うんだ我々は大陸とは違うんだ香港まあ もっと民族主義的になると、香港人というのはえっと個別で独立した民族なんだということも主張する人たちありますね。こういう人たちを本土派とい言います。で、まあ、その民主派というのはそのまあ、これとは別に伝統民主派って言って、あの天安門事件。 とかさららにその前から中国全体の民主化を掲げてる人たちもいますがこういう本土派と民主自決派のような若い民主派というのはやはり雨傘が一つのスタートだったと言えるわけですよね。であのリベラルな人たちは平和的で理性的で非暴力の運動をまあ停止をしてそれがまあオキュパイ・セントラルという形になったわけですがまあ一方でそんな甘ったるいことでは香港政府なり中国は変わらないとで我々は実力交渉しないといけないとっていう過激な方向に行きがちなのは香港ナショナリ リズムに動かされた本土派なわけですよねでその本土派が主に活動したのが当時モンコックだったわけで、まあ、セントラルとモンコックっていうのは同じ運動のように見えて全然違う思想の人たちが一緒にやってたわですよ、ね、るわけですよね。あそうなのであ<ー>まあそれはなんか割と今も引き継がれていて、うん、まあ,ある種分裂状態の秋だったわけですけど逃亡犯上で修正反対運動以来ですね、まあ、ある種また団結し結果として遊部派が、まあ、秋以降あの駅と 破壊し始めても、あのそういう伝統民主派なり民主一徹派という人たちは。あまり大きな行為では批判しなかった、というのが背景にはありますよね。なるほど。いや、ちょっとそれ、勉強になった。勉強った、ね。<laughs> 俺たち、その中にいても、そこまで、その。ね、なんていうか。まあ、もちろん混じってるんで、<laughs> 完全には分けられるわけではないですけれども。うん、まあ、一般的に、そういう風な言説で語られることが多いっていう話ですね。うん、いや、あの、まあ、今ね、この、こうな。 で実は俺去年の6月まで大砲に住んでたのね、はい、で大砲ってあのその地下鉄の,その駅構内にすごいあの、えー、張り紙っていうか、うん、あれ結構有名なところだったんですよね,すね、うん、ああいうのを見ててまあ非常にあのこう心があのかき乱されたっていうのはすごくあるのね。うん、であの時に じ私自身としてこの問題、うんうん、その若い人たちがかなり、えーまあ、暴れてるっていう時にどういうふうにその考えるべきかなって思った時にやっぱり1997年に香港が中国に返還されて、まあ、50年不変であると一応ねそ,のそういう約束のもとに返還されたのに対して今20年ほど経ったのかな、えっと、何年経った 1997年だから、えー、20ねえそのそれだけでかなり状況が変わりつつあるでこれ一体俺たちはこれをどうその俺たちって結局はその日本人でその外から来てる人間でもう最悪の事態になった時には帰るところがある人たちだから俺たちはとにかく俺自身はとにかくそのこういうことに対して、えー、香港の その50 1997年から50年経った後にその頃に香港を支えているであろう若者たちが考えることを支持するっていうそういうべきであるだろうっていうのが、まあ、私自身の,その考え方だっただから僕は一番その時に嫌だなと思ったのはその仮者であるそのた,ただここに仮住まいでいる我々日本人の中で。 そのまあ、生活する時に不便であるとか出歩きにくくなったじゃないかっていうそ,のそういったことを文句言ってる人たちが嫌だなとそれは彼らは、まあ、その彼らの考え方で戦ってるそこに対して俺たちはまあ文句言うことはできないんじゃないかっていうふうにその考えるそういう日々だったように思うけどねでもまあそれを言うんだったら何をもって仮住まいなのかというのは非常に難しい問題でじゃあ例えば、うん ね、日本人でここで生まれて育った人で日本国籍しか持っていないけれども、まあ、香港しか自分の人生の中で知らない人は果たして仮住まいなのかとか、うん、そこまでいかなくてもじゃあ香港であの永住権を取って。 あの公民権も行使できるような立場、国会選挙で立法会選挙で,でもそれでも仮住まいなのかっていう、香港やっぱりそで一方で、それはなんか今は、今、非歌人ですね、エスニックマイノリティの話をしましたけど、歌、うん、人でおいてもそうで、まあ、香港だったらおそらくカナダ国籍を持ってる人は30万人ぐらいいるでしょうし、まあ、当然、イギリス国籍、アメリカ国籍を持っている人も多くいる中で、じゃ誰が香港に対してコメントする権利があるのか。 その制度的に枠外ですね誰が香港の政治に対して何かを言う権利があるのかというのは非常にあのイデオロギー的な問題なのでそこでラインを引くのは私は割と難しいのではないのかなと思っています実際そうだよねその自分でもそういうふうに考えるけどもそれが傲慢であるなというのは感じる僕は自身はそ,のそういうふうに考えたけどそれを全員に押し、えー、当てるなんていうの 押し実際その石井さんが多くのそういう考え方を持った人と話したと思うけど、まあ、僕みたいな考え方が合ってるとはまあ、ね、思わないけどでもそういう考え方の人ももちろんいただろうし、うん、それを否定する人もというのはあ仮住まいっていう言い方が合ってるかどうかわかんないけど。その えー、仮住まいの人の人考え方そうその仮住まいでも僕とは全然違う考え方の人ってきっといっぱいいるだろうしそういう人とも話されましたあ,あもちろんでもあのところで30年以上お住まいではまだ仮住まいという認識なんですね僕が仮住まいっていう言,あの言ってる理由はやっぱり所詮るるととこころがある人間っていうことだよねあの実際常に僕は仮住まいであることを考、うん、っていう意識はあるよね。 あのお同じように日本から来てる人たちもそうだけどやっぱり別に国籍日本人だからあのいつでも日本に帰るってことはできるもちろんその今日本に帰った時に、うん、あの仕事を今と同じようにできるかっていう問題はあるにしてもやっぱり、えー、帰るところがあるっていうのは所詮はそのお仮住まいっていう意識が僕の中で<ー>ただうちの息子ぐらいになってくるとその香港で生まれて香港で育ってるから。 日本にさあ行きなさいって言ってももっと困るだろうし彼にとっては香港の方がよりえその完全なその彼にとっての生まれ故郷でありっていう気はするけどね私は文化人類学を学ぶ大学院生ですからそういうのはやっぱりナショナルアイデンティティという観点で非常に関心があって例えばですねえ まあ日本人の場合は割とまあ香港で生まれて育ったとしても自分のこと日本人っていう人もいるぐらいなのでま分かる気がするんですけど例えばですねちょっと私はもともと香港で来て最初にやった仕事というかインターンシップはチョンキンマンションの NGO で難民支援をしたことだったんですけどまああのそこの難民の話じゃなくて今その難民じゃなくて普通にこう香港で2代目3代目になっている南アジア系の人々の話をしたいと思うんですがあの彼らはもう。 まあ、彼らは、まあ、1, 1代目の人もいるし2代目の人3代目の人もいるんですけど、まあ、共通して言えるのはやっぱりここ数年で彼らの中での香港人アイデンティティっていうのが非常に強まっていったってことですよね。で、まあ、それはもちろん彼らがお子さんと同じようにあの自分の国を知らないからとかそういう理由もあると思いますよ。でもそれだけじゃなくってよりこう自分たちがこう香港で暮らしている一員として。 今まで歌人だけが香港人と言われるような存在だったけれども、非歌人のエスニックマイノリティも我々も含まれるべきだよねというような認識が歌人の若者でも広がったと思いますし、非歌人でも、あの、間でももちろん広がっているとは思いますよね。で、そういうことを考えていくと、まあ、あの、 国によってはね制度で誰がせせせあの政治に参加できるかってことを明確に線を引いているそれは選挙に関してもそうだし中には社会運動外国人が社会運動をすることを禁止している国もあります、まあ、でも香港の場合は少なくともそうではなくて永住権を持っていれば政治に参加する権利が一定程度認められているしえっ、ー、と あの社会運動に関してもそこにえっと中国公民かそうではないかという区別は公安条例上は設けられていません。で そう考えた時になんかそこのボーダーラインを引くかどこをどう引くかっていうのは本当まあどこの国でもサブジェクティブなんですけど香港ではよりそれが主観的な存在でまあそこが実は香港の面白さでだからこそまあ,今あのちょっと私の話につなげると香港で移民研究になりエスニックマイノリティになり私は今特に書いてるペーパーが今香港にいる日本人の歴史について書いていますがそれはある種こう日本の大企業とか駐在員とかっていう歴史のみではなくってここである種こう一つのエスニックマイノリティとしてコミュニティを 形成してローカルと関わってきた人々についてあの語るっていうのが最近の私のまあ仕事というかあのやっていることです、ね。まさに俺たちだね。そうですね。なるほど。そうですね。私ももうやっぱ日本を知らない日本人っていうことで。そうだね。そうですね。そういうふうにやカテゴリーで分けると比較的僕も香港人の方に近いのかなと。そうだね。うん、あの健太の うん、メンタリティってやっぱ香港人に、まあ、香港人の友達が日本人より多いぐらいだもんね。そうでですねねも難しい問題だよ、ねこれはね、確かにそのアイデンティティっていうのは俺が今指摘されて実はうってなったね30年いても仮住まいですかっていう言葉はね <laughs>、うん、でもやっぱり多くの人がそう思ってるんじゃないのかな。 日本人の場合は特にそうですがそれはなんか自分のエスニシティによってかなり変わってくるし周囲の環境によっても変わってくるでしょうから例えばさっき言ったような南アジア系の人たちっていうのは結局エスニックマイノリティー、まあ、特に香港ではこう。 有色人種というかその肌が歌人より黒い人たちというのが差別されてきた歴史があるわけですよね。でまあそういうふうに排達されてきた存在だからこそ自分たちをもっとインクルージョンしてもらう含んでもらおうっていうようなまあ,あの 考えを持つのはおかしくない一方で日本人の場合は少なくとも日本人というアイデンティティーを持ったりとか他者から区別されることによって現代では困っていないというかむしろ恩恵を受けていることの方が多いわけですからそうなると特段と自分のことを香港人と位置づける必要はなかったりはしますよねあそれはすごいあのピタッとくるね。うん、確かにそのこの間も全然違う話だけどあのワクチンの2回目を打ったのね。 でワクチンの2回目を打つ時にあの、まあ、私の名前を見てそのあの接種してくれるナースの人が「あ日本人ですか?」って言って日本語で言ってくれたわけで「あ日本人です」って言ってで彼女は彼女が知ってるありったけの日本語を、まあ、話してくれるっていう日本人だっていうことに対してあ,のある種の、まあ、尊敬というかそ,のそれなりのレスペクトの気持ちを持って香港の人と話してくれる人が 多いなと感じるんだよね、うん、そういうところで、まあ、我々日本人はその非差別される側っていうの差別される側じゃないなっていうのは常に感じるよねそれに対してやっぱり俺あの昔あのネパールの人を雇ったことがあるのねネパール人今も非常にあの交流してんだけどというかうち,のあのうちの会社で何年か働いてくれた後に彼はイギリスに行ったのね。で 非常に優秀な、ねあのー、スタッフだだったんだけど、うん、彼を採用するときに彼がすごく香港で仕事を見つけるのが苦しかったんだろうなっていうのを感じた、ね、非常に優秀な経歴を持っててでも、えー、彼ネパール人であるほ香港におけるネパール人っていうのはあのー、やっぱりそ,のそういう意味ではその差別される存在ではあるよね。 僕はその募集するときに国籍年齢男女一切問わずっていう形であの広告出したらあの彼が応募してきてで非常にそのなんていうのもうその頃面接するのってすごい面倒くさかったから面倒くさいってのはたくさんの人が来てで何十人も面接するのは面倒くさいから。 全部、E メールだけで最初フィルタリングずっとするようにしてたんだけど彼は本当に真摯に来る他の人は香港の人とかってもっといっぱいチャンスがあるわけでねもう,うちみたいなところに来なくてもいくらでもある、まあ、でも彼はその国籍年齢一切問わずっていう僕のあれに対して非常にあのチャンスだと思ったんだろうね。だから 私の一つのメールメッセージに対しての、彼のメッセージの量が膨大なんだよね。<おー S 1> <laughs> で、もう一回、絶対働きたいんだって。情熱がもう違う。うで、あの、僕は常に、あの、あの、ハンディキャップを背負っている人が好きなのね。だから、あの、ある種の、その、香港における、広東語ができない、まあ。 ネパール人の人ののっていうのはハンディキャップでねあの就職することに対してで彼を採用することに決めてで彼はもうとにかくすごかったのは僕はえ学校のねえっと勉強代出すよって言ったら大学彼はもちろん大卒だったんだけどあのオープンカレッジかな何かでコースを取ってそのお金も払ってあげた記憶があるんだけどその後、えー すごいたくさんの資格を取って<ー>ですごいいい会社に入ってイギリスに移民したんだけどその時に彼は香港で子供を産んだ時に子あの病院で子供にちちょっっと障害が出ゃたその時も彼がすごくその差別されてるなっていう感じを彼は持っちゃったと思う、ね。 で奥さんはもう香港で子育てをもう次するのは嫌だって言ってで夫婦二人でイギリスに移民してでなんとうちの息子の,あ,のあれなんて言うんだろうあのあ保証人保証人をあのイギリスでやってくれたんだけど、うん、そのぐらい今でも交流あるんだけど彼なんか見ててやっぱり差別されてる側の人たちだなっていうのはすごくあの思ったし、うん、でもそれだけに、えー、香港でっていうかっていうと彼は最後。 香港と決別しちゃったねなるほどなるほど、うんうん、す,すごくあの子供がああいうふうになんか生まれる時になかなか難産だったんだろうねでちょっと障害が残ってしまったっていうことがあって、うんうん、それをちょっと今思い出したけどねやっぱり、うん、そう我々まあ黄色人種よりもちょっと黒い人っていうのは香港のチム・サー長屋あたりはね、うん、多いよねその人たちが、うん あの差別されてるっていうのは感じるよね。で <laughs> 運び屋さんが多いよね。運び <laughs> <laughs> 荷物運びのね。今とかデリバルとかフードパンダの運んでくれる人は半分以上はあの南アジア系の方々だと思います確かにそうだね。多多いいねねねフードパンダ、ね、多いです、ねうん、ある種 そういうい彼らみたいな流動人材というかそのだろうな、まあ、日本の外国人人材も少し似ているところはありますけど結局、社会にとって使い勝手のいい人たちというのはしばしば差別される存在でありながら同時にこう社会を根底で支えているということをすすごく感じさせる話ですよねいやあんまりそこまでその真剣に考えてないんだよね。普段なるほど、うん、まあですよねあの,あの あの問題を何て言うの今その逃亡犯条例の撤廃、うん、そ,のそれについてもなんか今となってはほとんど話されなくなっちゃったのねも<う><俺>逃亡犯条例修正より、ま、あ全然やばい条例とか法律がたくさん出てるからもはやあの法律は何だったんだろうみたいなね <laughs> だよねもうそ,そのうちの奥さんはもうすごい反中教だからああ もう毎日起こってるけど、いまだに。なるほど。だから、あの、今でも、こう、忘れずにいるけど。うん、一般的には、香港の人は、もう。サイレントだよね。まあ、サイレントになっているだけであって、本心で、何考えてるか,分かんん。いや、本心は、もっと、もっと怖いよね、それは。うんうん、あの、地味らいさんがああいう、ね。 あの,ね、あの放送を聞いてみんな涙してる人はいっぱいいるだろうしいや奥さんは家ではそんなに言ってるかもしれないですけど例えばねあの外では言わないでしょう分いやうちの奥さんってね切れやすいから会社でも喧嘩して帰ってきたっていうことは多いんだよ <laughs> なんか結構お子さんと似てますねそううちの <laughs> 奥,奥さんと子供ってかなり性格的に近いとこある気がする <laughs> あ<ー>ちょっと切れやすいなるほどなるほど <laughs>、うん、だからちょっとその あの一緒に歩いて駅行くと警察がいたりするとこ怖いんだよねちょっとあ<ー>あの変なこと言うのやめてくれよっていう感じなんか言いたくなっちゃうんだよね<ー>彼女は何してんだみたいな、うん、だからそ,のそういう姿見てて香港の多くの香港の人まあ多くのと言わないかなあ,のある一定数の香港の人が今も変わらずその気持ちをこう抑えながら生きてるっていうのは感じるよねでもそんな中でもやっぱレストランがたくさんやっぱり黄色いレストランってね 呼ばれるレストランができて、うん、やっぱこうレストランの中の内装とかに結構こういや感じるどころかがっつり組み込んでるところいっぱいあるんで <laughs>、うん、そうだね。まあやっぱ心は死んでないかなとは思います。ね。だねただ捕まっちゃうとね、なんていうか元も子も,もないもう要はそうそうそう,そ,うそこだよね。みんなの中にあるの、ね、そこら辺がや,やっぱり反撃のチャンス待ってるような感じはしますよね。だから移民したいっていう人はやっぱり。 かなりいるわけ。移民したいという人ですか？なんかよくね。うん、それあの聞かれるんですけど、まあね。うん、もうちょっとコロナ終わってみないとわかんないですよね。あとはこう別に移民って言っても、例えばその。 今すぐ移動しなくても将来的に移民するから不動産投資をやるとかよくあるわけですしまあ移民関係なくても不動産投資はもともと海外に対する不動産投資は盛んなわけですよまあよくあるのはね今だと多分日本の東京のとか大阪のワンルームマンションの広告とかは香港のフェイスブックとかそれこそ MTR の駅とかでも見ますよねまあそういうのはあるかもしれないがそれはあのまあ移民って意味もあるし資産の分散という意味も当然あるでしょう,数字から言うとあの まあ今のところまあ一番分かりやすい数字は台湾の数字ですけど台湾の数字もまあなんかむちゃくちゃなんだそれこそ何十万人移民してるというまあ,あそこは許可制なんでなかなか厳しいところもありますけどしあとはまあいろんなでも中文大学とか香港民謡研究所とかが出してる研究データとか見ると大きればもしかしたら100万人が移民したいと思ってるって答えてるけどまあ本当にすするかは別問題ですよねうん、まあ、そんな簡単じゃないもんね移民っていうのはね。 まあでもそんな中で私の同級生小学校からまあ高校までの間の同級生でもうやっぱかれこれ十何人香港出てっちゃってますからねうん、うん、あ十何人十何人それすごいねまあもちろん家族だけが行ったパターンもありますけどね、うん まあ、一般に香港では移民にお金がかかると思われがちですよね。だから、富裕層にある程度限られるところはあると思います。まあ、た、だその移民にお金がかかるというのは当たり前の話ではなく。 で例えば日本人がどこか海外で現地採用で働きたいなって思った時にああ移民するからむっちゃお金かかるなっていう発想ないじゃないですか。でなぜじゃ香港人にそれだけお金がかかるという感覚があるかというとやはり香港人にとって移民というのは投資移民なんですよね。つまり現地で不動産を買ってそれの収益によって生活するもしくはそれの収益もしくは不動産を持っているということ自体でビザを取得するということをやるわけですよね。例えばば日本であれば不動産を たくさん買って、それを賃貸業と運営をすれば、少し前までは、あの割と簡単に経営管理ビザが取れていました。で、今、もうあの香港人で、あ、日本に行って、チャーチャン店を開く人たちってなりますよね。それも、まあ、おそらく、自分が経営者になって、お店を運営するという経営管理ビザを取っているんでしょう。っていう感じで、なんか香港人ゃ、移民するときに、こう投資をするとか、現地で経営するとか。っていうことを考えがちで、それでお金がいるという発想になりがちで。結果として、移民を考える人は、おそらく富裕層に。って ってるのではないのかなと思いますよね。あ,あそういうことなのかな。思ってる人多いかもしれない、ねうん、まあ、俺がイギリスうちの奥さんはイギリス行きたいとか言うけど、はい、まず不動産買おうっていうよね。確かに。ただそのそれはおそらく日本人の感覚からするとちょっとありえないというか、<あ>いきなりそ,な、ね、その不動産、まあ、まずなんか仕事で普通に生活できるかどうかを考えるのが一般的ですし。うん、確かにそうだよね。 だ,だから仕事で行く場所を決めたいんではなく行きたい場所に行きたいからそこで生きていくための手段をあらかじめ用意するっていうのが香港人ななのかもしれないあとはあのやっぱり香港はそういう移民と不動産を掛け合わせたようなエージェントというのが非常に発達しているので,、うん、で結局そういうところが移民の方法とかというのをまあ メディアなり自分たちのイベントで提供しているので結果としてみんなの目に入りやすいのが不動産投資を組み合わせた移民っていうことになるんでしょうね。なるほどね。確かにそうかもしれないね。あれ九十七年以前もそうだったよね。はい、確かに九十七年以前はもっと富裕層に限られた気がするね。今より。ね、まあうん九十七年のその変換前にあのもう えー、香港変わっちゃって移民した人たちがある一定数いてそう言ったけどあの時はもっと富裕層に限られて今より、ね、あの時はおそらくカナダへの移民が多かったっけどあの時よくされてた移民はカナダでおそらく、うん、あれカナダ国債を買うんでしたっけなカナダで何か投資要件を満たさないといけないみたいなやつで,そ,で、ね、それが、まあ、そ今に比べたら全然安い金額ですけどおそらくお金があることがミニマムリクワイアメントだったから移民がたくさん行われたっていうのは。うん あるとと思いいまますす、まあ、結果としてだからカナダがが多くなったって今は全然状況が違いますよね BNO であれば別に BNO を持っていれば別に財産いくらあるとか全然関係ないわけですしカナダも今は卒業から5年以内の若年層に対して香港から来た人に対してビザを発給するって言ってるわけだしオーストラリアもあの留学した香港人に対して将来の永住権の道を開くってことをやってますし、まあ、そういう感じである種こう。 お金がなくても実は移民できるのが今の香港ですね、うん、なんですけどまああんまりそれはそこまでけまあ若い人なら知ってるかもしれないですけどある一定年齢以上だとあんまりそういうい正確な情報とかっていうことは分かってなかったりするのである一定年齢以上だとその,あの移民ができないっていうのをね家族守らないといけないとかそういうのもあるんだろうしね。 まあ,そうですね、まあかえってでももう退職しちゃってれば香港で稼いだお金はどっか持っていった方がコスパはいいわけですからそれはなんか香港の面白いところでまあどうなんか普通どこの国でも若年層の方が先移民してそれと親を呼び寄せするっていうのが一般的ですと香港の場合は例えばマレーシアの,の MM2H ビザとかあとは台湾とかもそうですけど先に親が行って子供が。 親がある程度生活が安定したらついていくみたいなつまり子供は香港でお金を稼がないといけないからですねっていうような話とかたまに聞いてあそれは香港ならではだなと香って、ね、あそ,うかうそうですねうちもあの奥さんはあれでしょその BA. ノーだっけ、はい、あのパスポート持ってるよねもちろんでも息子は持ってないよね99年生まれなんだからあ もしその年だったら BNO のパスポートがあるってこと私の年と同じ年に生まれてて親がきちんと申請している香港人は持っているんですだからうちは99年だから子供もが終わったた後だからもうないよねだからイギリスに留学してはしてたけど奥さんが行くことが条件になってくるんじゃないかなうんそうですね,ね奥さんが行けばあのお子さんもおそらく行けるでしょうし。 でも彼だけだと無理だよね、まあ、その就職を見つけて、ちゃんとビザを取ってっていう、ね。将来、奥さんが行かれるのであれば、お子さんが先に行って、しばらく後で奥さんが来るというのが許容されるという記事を読んだ気がするんですが、詳細を見てないので、忘れました。まあ、日本のパスポート持ってるしね、そうそうそう、日本, <laughs> 日本パスポートがあるからね。まあ、そうですね、でもそれでいうと、仮住まいの話、また戻っちゃうけど、じゃあ、今から俺、香港を出て、どこかに行ってくださいって言われたら、そうそう だから健太ていうかそのもう親が来てて、うん、その子供まあそれは何,何世っていうの2世まあどこかで1をカウントするのは難しいんですけどね、うん、<laughs> ま,あまあまあ2世としましょう二 2>,、うん、2世の人たちうちの息子とか健太みたいに2世の人たちはもう香港メインだもんね日本に行って生活できるかってなかなか難しいよね習慣も知らないしね。うん、もう っと大変でした、ね、まあここでビジネスしてて経営者の人はなかなかお客さんもここにいるし移動し,しづらいでしょうけどまあお客さんも一緒に移動してくれる可能性もありますからね業種によっては、まあ、それはありえない話じゃないですよ。確かにまあ例えばねそれこそよくあるのは広東省の日本の製造業がベトナムとかに移動する時にフォワーダーとかも一緒についていくみたいな話があるわけであまあそういう同じようなことは業種にはよりますけど、まあ、ありえない話ではないですよね B2B でビジネスやってる人たち まあそれと今ほらネットで生計生計立ててるあのユ、えーチューバーの中田さんみたいにね<ー>シンガポールいきなり行けるもんね彼なんかどこでやってもね,ーねユーチューバー結構多いですね、うんうん、で香港人香港人でもユーチューバー結構移民しましたよねあそう,なのあそうはいえー、あユーチューバーもね中田の中田さんはねシンガポールでユーチューバーで ＥＰ を取ったんでしょうね非常に気になるところですけどいや本当 <laughs> あのどういうビザのステータスなんだろう まあ、常識的に考えて多分 EP を取ってるんだと思いますけど、うん、EP を取るには当然 EP っ,て何 EP っていうのはあのシンガポールというのはビザがいくつか種類があってよく日本人で一般的にある程度収入がある人に使われるのは EP というビザなんですが、えっと、EP は多分ね最低要件がねせっかく正確な数字忘れちゃったんですけど、まあ、とりあえず、まあ、雇用者が必要なんですよだから自分でビジネスできないんですよね。あそうなんだ 取っていや,いやだ,だってあのアントレシンガポールのアントレビザってシンガポールの政府系のファンドからお金を受けてるとかそういうかなり利己やめと高いのでいだ今,今だってシンガポール配偶者も働けないじゃないですか、うん、あの DP で、うんあ。ということはその石井さんが考えるには多分そういうあの自分のアントレプレーナー的な。 ビザじゃないだろうということ。誰かビザスポンサーになってくれる雇用主を探して、そこになんかまあお金を入れてるとか、まあそういう感じじゃないですか。それは昔の今の香港ではだいぶ少なくなりました昔の香港でやってる人いくらでもいた、うん。まあそうだね。うん、あのシンガポールの有力者と一緒に自分でまあ基本的には会社を作って、そこにエンプロイされてるっていうそういう感じ、ね、そういうタテ付けを取るということですね、うん。まあそれは可能だよね,そねそ。それの方がその EP っていうステータスが は比較的簡単に取れるっていうことだ税金も安いですしねシンガポールまあ多くは税金でしょう彼の場合はだってそれ以外にその彼がシンガポールに行く理由ってあるのお子さんの教育が理由じゃないんですかえ私はそう思ってたんですよ子供の教育今何一人で行ってんじゃないの家族を呼び寄せる前提か私全然ちょっと詳しくないので僕も知らないですけどねああ。 いやどう行ったのは僕も見ましたけどそうだよね行ったよね、うん、いやそのたまにしか見てないからそのシンガポールに行った理由っていうのはあんま聞いてな,いてなかったけど、うん、それでいうと行ったも僕はタイトルしか見てない、うん、<laughs> あそうかまあ子どもの教育っていうのがあるのかなあるかもしれない、ね、まあ仮住まということを考えるとシンガポールと香港の比較は面白くてまあシンガポールは今非常に PR を取るのが難しくなってしまったしあとは、まあ、配偶者も働けないですよね今は。原則として で香港の場合は割とその国民というかつまり中国公民かそうじゃないかという区別はほとんどなくてそれこそ永住者かそうじゃないかが一番重要になってきますけど少なくとも医療なりあの公共サービスの面でまあじゃあ香港の,その永久性居民とそうじゃない人がじゃあ差別されるかというとあまりないですけどシンガポールの場合は例えばねあのいろんなその。 政府に対して支払う費用っていうのが、まあ、国民と永住者の間でも違うし永住者と非永住者とは間は全然当然違うわけですよね。<ー>まあそれはまあ面白いな、はいまあ、というかシンガポールって非常にこういろんな人がいるというイメージですけど結構割と国民国家的なところは全然香港とは違っていて結局こう、ね、あのシンガポール人というアイデンティティを政府が上から植え付けて。うん で香港の場合はまあ政府は上から中国人になり、まあ、植民地の子だとイギリスっていうアイデンティティを植えつけることに失敗してで、まあ、下から香港人っていうアイデンティティーが浮き上がってきたわけですけど <laughs> まあだからまあ香港はアイデンティティをまを国に管理されてないわけですけどシンガポールというのは大いにこれまで管理されてきたわけなので。 まあそれが徴兵制があるいいうのは大きいよね,あれねまあそれも大きいですしシンガポールの場合は PR も徴兵制の対象ですから、うん、もし家族でじゃあみんなで永住権取りますとなったら日本人が両親とも日本人の子どもでもそれはちょっと、ね、まあ実際にそういう事例は聞いたこともあるので、まあ、あると思います。すねうん、あじゃあまあそのって我々どう,どうでもいい話かもしれないけど中澤さんが家族連れてきてそのうち徴兵になる可能性だって なないわけまああ全然あるでしょうもし永住権を取るなら、ですね、うん、で今はおそらくあの子供を抜いて永住権を取るということは基本認められない徴兵逃れだとあの言われるので、うん、まあもし中田さん自身が永住権を取りたければ、当然、他の家族のメンバーも含めて永住権を取る必要があるでしょうね。そそうなの、うんうん、それちょっと なかなか香港とシンガポールはもともとは結構似ているところもビザ制度上あったと思うんですけどつまりこう海外のエキスパートをどんどん呼ぶというかまあそれがどんどん今は。 香港の方はまあ古いシステムが温存されていく放置されてて、シンガポールはやっぱりシンガポール人から外国人が雇用を奪ってるっていう声が出てるわけですよね。香港でそういう声はないですよね。なかなか外国人が例えば大陸人が雇用を奪ってるみたいなこと。を本土派が言うけど、別に。それはメジャーな声ではないし、なんかその。 日本でもシンガ、まあでむしろそっちの方がタスハなんですよね。日本とかシンガポールみたいに外国人が雇用を奪ってるというまあ大体のやつは根拠ないんですけどあんまりあのなんかそういうのが主流なんですけど香港で一切そういう声聞かないですね。はい。うん、まあそのビザを申請するときにそういう話は聞くけど実際にはみんなの声としては聞かないよね、うん。はい。うん、そのビザのそのそもそものそのポリシーっていうか考え方がその、えー、香港人の就労機会を 日本人が来ることによって奪うっていうのはよくないという話は聞くけどまあまあそれはどこのイミグリッションディパートメントそうですけど、ね、でも明らかに香港は緩いですよまだほ他の場所に比べたら。ねうん、と思うね。いいい国だやその思い出したけどさその、ね、そっさっきのネパール人の話に戻るけど一人にネパールの人を雇ってあまりにもその優秀だから彼が推薦してくれたもう一人のネパール人を雇おうとしたわけ。 ねうん、で僕は最終的に彼を雇うの失敗したのねおうおうそれはどうしてそれがその彼らは基本的にそのあの奥さんがそのグルカ兵のか2人とも奥さんがグルカ兵の,その、まあ、子供であること<ー>奥さんがまず香港の,その永住権を持ってるわけだよね。うん、でそれの旦那ってことで香港でビザを取ろうとしたんだけど、うん、その時に本来。 奥さんのお、えー、ディペンデントビザを申請すべきだ、うん、なんだよねところが僕が彼は非常に優秀だしあの本国でもいい大学出てるからあのちゃんとしたその収入証明とか、えー、それから、えー、学歴とかっていうことを申請したわけそしたらあなたは <laughs> そのディペンデントビザっていうけど 奥さんよより明らかに稼ぐよねとあ<ー>でなんでこれでそのディペンデントビザをこの申請する必要があるんだっあなただったらインディペンデントに普通に働くビザを申請しなさいって言われてそれで結局それから全然うまくいかなくなっちゃっの一回申請するとその申請却下されるとそれから何ヶ月間か受け付けしないとかいろいろあるよね。そで結局彼はや雇えなくなくっっちゃって えまあオーストラリアで働いたんだけどねまあそういうちょっとそれを思い出したねそれはおそらくディペンデントビザでだけでは働けなかった時代ですかね多分多分今はだってそのそもそも働くか働かないか関係なく関係ない、ね、ディペンデントビザを取るわけですよねそ,うそ,うそうでそれでも取ったらそれであとどう働こうが自由なわけじゃないですかそうなんだよ本当その通りなんだよ、ね でもその俺自身がその彼を失敗させちゃったなと思うんだよね、うん、その働いてもらいたいという気持ちがあまりにも強くていや当時はもしかしたらルールが違うん、一時多分香港でもディペンデントビザで働けなかった時期があるはずなんですよ忘れちゃいましたけどあとまあもう一つはディペンデントビザであのこうビザを売る要は偽装結それはがはやってた時期もなんかあの辺の時期だったような気がするんです、ね、日本人でそれ聞かないいのでもしかかするとそういうネパール人だから あのエンプロイメントで出してあの審査しろとつまりディペンデントだと偽装結婚の疑いをイミグレが持ってしまうという話かもしれないですけどね結構いましたもんねあのすげえ金も持ってなさそうなジジイがすごい若い女の子と結婚登録に来てくれて <laughs> よく見ましたね。<laughs> ししかしすごいねあのめちゃくちゃ勉強になったわ今日すごい勉強になったよかったです、はいうん、いや俺の知らないことだらけだねだもうに20倍僕住んでるのに知らないことだらけだっ,って <laughs>、ね、っアカデミックに研究してる人って,ってちょっと違うよね本当我々はその世の中の,そのムードではなんとなく認識してるけどそ,<う>その本当の根本的な理由っていうのは知らずに あの反応してるからね。あまあ私もあの別に長い間住んでるわけではないですから、こうやって皆さんからねいろいろお話を聞いて、まあ、だからこうしてね一人一人の方からお話を聞く機会というのは大事ですよね。うん、で、このポッドキャストをねあの帰ったら聞いてみようと思って。<laughs> <laughs> で。 あの当分こっちにいるんですかその学生時代が終われば日本に戻る一応そろそろ終わるはずなんですけど、うん、終わるかどうか微妙で、まあ、とりあえずあの9月からあの日本の某大手メディアの記者をやるんですが<お>そこはまあ。 タイムリーニュースを配信するメディアではなくてですね出版社みたいなところなのでこのままビザさえどうにかなれば香港かシンガポールにいられたらなという感じなんですけどそこの大手メディアの駐在というか記者というの駐在ではただリモートで働いてるだけですねでもそこは就職っていうことにはもうそれは決まってるのでそらく香港は卒業したら1年目は何でもできるビザが出るんですけどそのビザは多分間に合わないと思うので とりあえずシンガポールに避難する予定です。うん、シンガポールでワーキングホリデーのビザが25歳まで取れる。あ、そうですね。はい、あれ香港ってワーキングビザって？ワーキングシンガポールあ香港もワーキングホリデーのビザありますけど、うん、あもう香港でワーキングビザを取るのはまあなんかこっちにその出版社の法人はあるんですけど、まあなかなかちょっと手続き的にめんどくさいので。 えっと,まあ、とりあえずシンガポールで6か月いられるのでいてその後香港の卒業した1年間働けるビザがあるんですけどその1年のビザを取ってさらに香港のワーキングホリデーをまだ香港のワーキングホリデーは30歳までなんですけどまだ使ってないので2年という居座ることができます。あそうなんだ、はい はい、その間に完璧に、<laughs> あの、地盤を固めないといけないってことだね。<laughs> いや、別に、また違う場所行ってもいいです、ねあ。まあ、楽しそうだね。うん、はい。可能性もいいっぱいあるし、うん。可能性もあるしね。まあ、ある程度、実務、その、なんだろう。今、やっぱり、学生なので、実務経験がないという意味で、ビザ上不利ですけど。まあ、あと数年働けば、別に、大胆とこ、大丈夫だと思うので。うん、はい。そんなに、心配してないです。まあ、俺みたいに、その。 流れついてほ、流れついてないか <laughs>。流れついたですあの香港 <laughs> いい加減に住んでる人間と違うね、本当で。いや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 。素晴らしい、ね。私も適当に生きてますけど、あの厳しい時代なので、あの適当に本当に適当に生きてると死んじゃうので。<laughs> いやいやいや。よし。<laughs> 香港日本にいて死ぬことなんてないでしょまあ、確かにね。そう簡単にはしない。そう簡単には。何してでも生きていけるよな。で、香港なんて、何してでもビザ取れるよな。香港唯一問題はお金さえ稼げる。そうそうそう。お金だね。問題はね。お金は誰も助けてくれないんでね。でも香港も思うのは底辺の暮らししようと思って、いくらでも。まあ、まあ、まあ、そうですね。底辺もあります。トンファンとかに住む。そうそうそう。大丈夫だよね。ということで、あの、いや、今日は本当勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。あの、機会があったら。 あと、はいろいろ教えてくださいはいありがとうございました今日は石井さんでしたありがとうございましたケンタ君もどうもありがとうございました<う>